24 hours online festival by Jaws UG, Jaws Sonic, Jaws Sonic, and Midnight Jaws 2020. Rave up! もう始まってんの？始まって始まって。大丈夫ですかね。ジョーズソニック2020、ミッドナイトジョーズ2020とのデザインということで、今回運営メンバー、今回のイベントの運営メンバーの方で喋らせていただきます。まず私、小田茂と申します。よろしくお願いいたします。あと、他メンバーが、まず、吉江さん。どうもです。山口さん、はい、配信担当もしてます山口です。よろしくお願いします。警備しております。榎本さん、はい、ソニックの広報担当してます。ツイッターでつぶやいてます榎本です。よろしくお願いします。で、武田さん、はい、初心者支部武田です。お願いします。で、ゲストって言いますか、今回のデザインをやってくれました、江島さん、はい、デザインでサポートさせていただきました石間です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、ジョーズのデザインって、まあ、皆さんこのチャラいシャツで分かっているかなとは思ってはいるんですけどもこのチャラい T シャツたちをとかデザインですねあと T シャツ、こういう見えるかな、コップとかあるんですけど、まあ、これを作ってくれた人たち、まあ、作った人のメンバーでちょっとお話ししましょうっていうセッションになります。で、最初に今回24時間入れましょうっていうのが吉江さんが言ってて、まあソニックのお話をの話が散々やったこういうのがしたいんだっていうのは 2ヶ月前ぐらいですかぐらいやって、まあ、24時間上手ソニックっていう、ああどうぞ、いける、どうしよう、ちょうど、まあ、某イベントと、まあ、いろんなイベント名って被ってはいるんですけど、まあまあ、発端は言えば、まあ、サマーソニックで、ミッドナイトソニックっていう、まあ、そのイベントを、があったので、まあ、ああいうフェス感とかを出したかったなっていうところですね。なので、まあ、本当こう、ライブ T シャツっていうんですかね。サマーソニックとかでも、その各、ステージごとに、その、登場してくるアーティストたちが、変わってたりとかってする。タイムテーブルとかに合わせた、なんか T シャツのようなものが、まあ、できればな、というふうに考えて、おりました。というところですね。はい。はい。というところで、この4つのキーワードで、誰がデザインしてくれへんっていうところで、この時確か武田さんに振られたんですよね。まあこの4つのキーワードプラス、もともとジョーズ UG の公式ロゴで、武田さんお願いしますっていうので、依頼お願いしたんですけども。お願いされたっていうより、まだメンバーが決まってなくて、で、まあ、デザインや誰やるのかもまだ決まってなくて、とりあえずまあ雰囲気だけなんか、仮で作ってみようかって言って私が勝手に作り始めただけですね。振られた感じやな。そうですね。そうそうそう。そうだったそうだった。勝手にユージスラック上にこんな感じでどうみたいなので、こうちょうど出してきたね、カラーリングされたサメさんが、そう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 。そうこれですよ。いい感じに、これね、いい感じ。ベータ版のこれでいこうやん。そうそう、これ1時間出るかっていうぐらいですげえ。そうそう、ベータ版が1.0 になったっていうね。なんかでもグラデーションのサメ見たことないなと思って、今までなかったから、まあ、作ってみたらちょっと面白いんじゃないと思ってフェス感が出してみたかったんですよね。確かにもうこれで最終形でいいんじゃないって話になってましたもんね。そうそうそう、この時ね、もうあとなんかもうなんか細かい微調整のコメントしか出てなかったですもんね、うん、まあ比較ですね、もともとのサメさんとチャラくなった24時間のサメさんって。確かにチャラさ出てるね。でこの絵をもとに江島さんに、デザイナーっていうか、まあ、他のロゴとかも考えていただきたいでご協力願って、これ補正していただいたのがこういう形ですね。後ろの夜空が綺麗になった、綺麗になったっていう形ですね、うん、
あとはあれですね、グラデーションも元のやつだとオレンジからグラデーションにかかってそのままちょっと白くなっちゃってたりしたのを、すごい鮮やかになった。そうですそうです、ね、はいはい、なるほど、プロの仕業ってやつですね。さすがさすが、すごい立体感が出るっていう。チャラさが、まあもともとチャラかったんですけど。コンセプトは変わってないもんね。あのチャラいというコンセプトはもう、ま、あの脈々と守られてきて今に至るというね。チャラさを失うと、あのもうなんかちょっとこのイベントじゃなくなるな。パリピ感が感じられる。そうそうそう、パリピ感。で、まあサイト、まあ、今回のサイトの方でアクセスしていただいた方は分かるかなと思うんですけど、イベント の, そのデザインとかローの方を作ってほしいっていうのを江島さんにお願いしたんですけど、出てきた感じがさらにチャラくなりました、ね。らしい。今、アンケート出したんですけど、アンケート出したんですけど、このロゴいいねっていう人は1を押してください。このロゴ、もうちょっとチャラくしたいなっていう人は2を押してください。この投票の結果で、あの明日のロゴが変わるかどうかが決まります。もうそこでしますパナソニからウルトラ A ですね。通常テーブのロゴがあの別に出てくるかもしれない。ちょっとこのままアンケート出してくるんで、はい、しばらく、はい。では、まあ、サイトは一応できましたっていうところで、まあ、前のデイズとかでも T シャツとか作ったんで T シャツ作りたいよねっていう話で、吉江さんが夜鍋をして一回デザインを作っていただきました。そのデザインがこちらです。iPad でペンタブ、ペンタブ使う指で、なんかね、アドビのなんかアプリみたいなの使ってね、書いた超素案が。でまあ自分がちょうどそのフロントのそのためのところはこうなんか斜めにぶった切って、で上はなんか昼で、なんか右下はこう夜みたいな感じをこ う, うまく表せれたらいいなっていうのを、まあ、言ってたんですね。でまあ色もあの2色って書いてはいたんだけど、まあ、実質1色でなんかそれ表現できるようなそんなデザインを起こせれたらなんかいいなっていうのをまあちょっと言ってました。で後ろはまああのサメロゴ、まあ上手友人のサメロゴと、であとレイダーと、まあその下に実は左で真ん中ステージ、うん、日本のまあその西日本って言われるところと東日本言われるところの各支部を、まあ、両サイドで真ん中に専門支部の、まあ今回そのイベントとして参加してくれる支部の名前をかけれたらいいなって言ってたんですね。でもうちょっとこう詳しくその西と東ってじゃあどうやって、ちょうど UG スラックで言ってたのはあの NT があの西日本で管轄範囲と東日本で管轄している範囲とみたいな感じで一応分けよう、まあ、それで作れたらなんかいいなっていうのが、まあ、本当この最初の初期で。です。まあ、このデザインで、まあ、すげえなって、デザイナーからとしてはすげえなと思ったのが、この素案でこれが出てくるっていうのはすげえなって。確かに。湧き上がるフェス感しかないし。湧き上がるフェス感。でもでもね、本当大概染めの案出てきたんで誰だっけ？多分俺じゃないんだよ、ね。それも江島さん。でも山口ですね。江島さん。江島さん、すげえ。大概染めがいいなみたいな。そうそう。で、はい、確かにね、あのまあカンファレンス T シャツとかでまず大概染め着てるやつとかまず一度も見かけたことねえな。で、後々調べると、あの山口さんも確かね、京都大作戦か、そうですね、なんかの T シャツ、
タイダイ染めの T シャツ持ってたのをちょうど後で見せてもらったのがあって、これやん。タイダイ染めの T シャツを着て、いろんなおじさんがあのライブで登壇するっていうのって、めちゃくちゃ面白くないって話。おじさん。しゃべったしゃべった。沼津さんも出てもらって面白いって言ってた。あの登壇者がこの前にいるとかって言うわけじゃなくて、リモートでね、来てこう、しゃべってる。また年齢層もね、あの、なんだかんだ広いじゃない。まあ、沼津さんとかも、うん、一応こうね、年齢的なこう、上げてくれてたりするけど、でも沼津さんも手に取って、いいじゃんっていう。みんな飲みに来ました。そうですね。ちなみにさっきのロゴなんですけど、ロゴいいねっていう人が31人、うん、もっとチャラくしたいっていう人が13人でした。もっとチャラさを持っている人がいるんだなって思いましたね。イビザですね、イビザ。これをここをもうちょっとチャラくしてって、なんかツイッターでこうつぶやいてもらったら。あ、もうお待ちしております。江島さんにフィードバックするんで。これを着てフェスに行っても、うん、どこで買ったのって言われるぐらいのものにしようっていう。そうですね、うん。くらいのものを目指しましたね。さすが。ちなみにデザインは他にも考えていただいてても。あ、そうですね。こういうやつもあります。斜めに切るっていうところは、もう元々の案をしっかり、うん、そうですね、うん。こういう丸であったりとか、まあ、今、まあ、胸のワンポットも良かった。うんうん。うん。角丸も完全に四角なものとかもちょっと試したんですけど、まあ、皆さんの意見を取り入れる、取り入れてっていうか、その、まあ、全体的にやっぱりタイダイ色自体が丸い模様なんで、なんかこう、はい、角丸の方が合うよねみたいな感じになりましたね。うん、ロゴ光るべきではっていう、あのツイッターの今コメントがあの今ツイッターに上がってたので、あ、でも確かにゴールドにしてみようかとかそういう案もありましたよね。ありましたね。ありましたね。そうそうそう。そう、カラーリングがこんだけあって結構そうそう、ゴールドが、ね、あ、そうそうそう、あったあった。そうですね、うん、ちなみにあれなんですよ、江島さんがなぜジョーズソニックの T シャツとロゴをデザインしてくれたかというと、ジョーズデイズ2020の T シャツとロゴも江島さんがデザインしてくれてるんですよ。素晴らしい。そのつながりで、はい、しかもすべて完全ボランティアでというね、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、楽しかったです。やりたい放題ですね。まあ何、この色がいったらそれがもうねえですとか言われたりして、ちょっとデザイン考えたね。でね、なんかカラーこうやって、うんうんうん。うん。ないんかい。ないんかいってなってね。在庫がありませんって言われて。色のね、色の在庫がね。うん、で実際確定したのがこれで。で、後ろに各支部、うん、まあ地方ごとに書いて、あとジェフバーバーンって出して、円の中心にバーンって出して、やりました。うん。うん、で、まあ実際のものってことで。ちょっとカラーが強いですけど、江本さんのやつの写真借りましたけど。ってなってます。チャラいですね。チャラいですね。フェス感は、全然ある。フェス感はもう、半端ないですね。抜群ですね、うん。この T シャツは、登壇者と、あと実行委員には、ではもらえるというね、粋な計らいで。そうですね。うん、ありがたいです、ね。あと欲しい人は、深夜のやつと、あとはツイッターが、面白かったやつが。ああ、なるほど。吉江さんの声が遠い。ちょっと吉江さんの声が、多分電波が悪いから。決めました。ちょっとこれ、今またアンケート打ったんですけど、この T シャツめちゃくちゃ欲しいぜ
っていう人は1人1を押してください。この T シャツめちゃくちゃ欲しいので、次は登壇とか運営もやってみようかなっていう人は2を押してください。いいね、いいね、いいね。で、あとはちょっともう時間がそうそうないんで。じゃあ、ぜひ面白ツイートお待ちください。グッズ販売っていうことで、すずりの方で、ホームページの方でも出してますけども、すずりの方で今、物販をしてますってところで、売ってるのがロゴ、マグカップ、見えるかな、こういうやつが実際にいきます。これですね、はい。はい、ちょっと顔は。ごめんなっちゃった。で、あと、はいはい、ステッカー、実際貼ってみたらこんな感じだよっていう。はいはい。これですね、ステッカー。で、白黒のステッカーもございまして、さっき沼口さんがつけておられたキャップですね、の方もありますってところです。これあれですよね、利益なしで、原価でやってる感じですもんね、そうです。そうです。はい。なので皆さん、バシバシカップ、思い出で。今回完全にオンラインイベントなんですけども、やっぱこうやって物がある、T シャツ着たとか物があったりするのは、すごいなんか、嬉しさはあるなと思ってはいますっていうところです。まあ次のイベントとかで登壇企画したい人とかこういうものを作るっていうところすごい楽しいので、運営の面白さとして伝えれたなと思ってこのセッションの方はやらさせていただきましたので、まあまだ全然24時間イベントありますけども、次私はこんなデザイン今先もうすぐ派手にしたいぜって言った人はどうぞやってみてっていう、うん、チャラいの次は何でしょうね。チャラいの次次に登壇してみようかなって T シャツ欲しいからっていう人は6人いましたね。7人か。おー、すげえすげえ。ぜひぜひ。すごいすごい。ぜひぜひぜひ。あと30秒です。はい。ということで、島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上でございます。素晴らしい T シャツ。ありがとうございました。ありがとうございました。続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。